なあ、暇だ。あらあら、白麗神社も相変わらず閑散としているわね。なんかやることないかな。そしてその巫女も相変わらず怠惰な生活をして、またドドーンと高魔城が立っちゃったりして、そう、脅威を取り除いたと思ったのがつかの間、第2第3の脅威は、よし、やることないし、マリサのとこにでも行こっかな。無視しないでよ。おお、ゆかりじゃない。どうしたの？どうしたのじゃないわよ。あなた、さっきから私がここにいたのに気づいてなかったのかしら？お？おお、まあ、その、気づいてたわよ。嘘おっしゃい。まったく。何を一体。あなたがいつも暇だ暇だって文句を垂れてるから、こうして私が面白くして差し上げたっていうのよ。ああ、高魔女の件？そうです。で、結局何が目的だったわけ？って、あれから随分経ってるけど。そうよ。まさかあれから1ヶ月以上も放置されるとは思わなかったわ。まあ、あの時はレミリアが聞くなと。聞くのは無粋です。だったら私を放置するのも無粋の極みってものよ。うるさいな。だからこうして聞いてるじゃない。っていうか、何の目的もないままあんなくだらないコントに付き合わせたわけじゃないでしょ。コント？そんなわけないじゃない。これよ、これ。何よこのチラシ。何何？週刊徳川創刊で。そうよ、埋蔵金は存在した。詳細なデータを元にした記録。迷子をついてくるパーツを集めて高魔城を完成させよう。あなたたち、ゆかり様がなかなか帰ってこないから迎えに来ました。あ、これはどうも。いつの間にか湧いたわね。あら、やぶから棒ね。あ、ゆかり様の話の腰を折ってしまった。どうぞどうぞ続きを。ああ、ということはゆかりも埋蔵金目当てで？まあ、そういうことね。いいえ、ゆかり様はそれに付属している350分の1スケールの高魔城が目当てです。ラン！創刊号がどこにも売ってないから、だったら自分で作っちゃおうというわけ。創刊号は特別価格だから人気なのです。あなたたち。へえ、そういうことか。じゃあ話は早いわね。え？週刊徳川だったら高魔館のメイドが買ってたらしいわよ。きっとレミリアが欲しがってたんじゃないかしら。昨夜が？この前マリさんが言ってたもの。そう。ま、これで万事解決ってことでいいかしら。そうね。ゆかり様？本当は
ホーマ城でも見せて、あなたに覇気を取り戻してほしかったのだけど。覇気？ああ、確かに最近あまり調子が良くないのよね。なんでかしら。え？なんか体もだるいし、やる気もないし、ここんとこずっと。じゃあ私が直してあげるわ。うわ、何よ急に。ちょっと顔近い。あの、だからレイム、おーい、いるか。あ、マリさん。なんか暇だろうと思って遊びに来てやったぜ。尺に触る物言いだけど、確かに暇だったわ。お、役も一個じゃん。何してんの？ああ、マリサ、ごきげんよう。お邪魔してます。ああ、なんかね、この前の高魔城の件で話をしてたところなの。高魔城？ああ、月誌の解体作業がまだ続いてるぜ。解体の費用がかさんで、高魔館はここんとこずっと食事がそうめんらしいわね。となるとヤクモんとこも同じようなものか。うちはここのところずっとうどんなんだ。正直飽きてきたです。ま、自業自得ってとこだな。それにしてもレム、何？最近調子悪そうだぜ。なんかあったか？私？そうね。ゆかり様に言わせるとレムは最近覇気がないらしいです。ゆかり様もいつも気に病んでおられます。あ、いっそのこと死んでくれたら気が楽になるかも。あなたたち、いちいち余計なことを言うわね。確かにあまり調子がいいってわけでもないかしら。なんだろう。どれどれ。あ、うわー、おでことおでこをくっつけた。熱はなさそうだね。やけに原始的な測り方をするわね。っていうかレム、それってさ、五月病じゃね？五月病？まだそれ。白霊の巫女、病に死す。死なないわよ。ただの気の持ちよう。外の世界でそういう病気っていうか、なんていうか、思い込みの症状があるんだ。この季節に多くてね。ちょっとだるくなったり、やる気が出なくなるだけ。しばらくしたら治るわ。そうですか。残念です。にしても、五月病ね。確かに言われてみれば、そんな感じもするわ。高魔城の一件以来、いつにも増してダラダラしてたからな。そらやる気も起きなくなるぜ。失礼ね。まあ、そういう時はパーッと気晴らしするに限るぜ。まあ、そうね。じゃあ、これから遊びに行くか。ただマリサが遊びたいだけでしょ。まあ、別にいいわ。
よし決まったとなるとよくも一味も来るかい。何して遊ぶ。あ、まさか猫じゃらし。ゆかり様、どうします。まったくくだらないったらないわね。お、どうした。今日がそがれたって言ったのよ。だいたいなんで私が話してるところにぞろぞろと集まってくるのよ。ゆかり様、まったくこっちが心配して来てみればたかだか流行りの病だなんて心配して損したわ。あら、心配してくれてたんだ。損をした心配なんて何も意味ないですけどね。まあまあ嬉しいわ、ありがとう。礼を言う前にその怠惰な生活を改めることね。はいはい、そうします。行くわよ、ラン、チェン。はい。はい。邪魔したわね、レーム、マリサ。いえいえ、いつでも遊びに来なよ。あなたの家じゃないでしょ。よかったんですか。何がかしら。いえ、ゆかり様。いいのよ、たかだか人間の巫女じゃない。ちょっとからかってやりたかっただけなんだから。さあ、移動するわよ。興味がないなら無理やりにでも持たせてやればいいのよ。また何か悪だかも。覚えてらっしゃい、白霊レーム。次こそはあなたの心をもっともっと震わせてあげるわ。